ごきげんよう、山口あゆきです。はい、今日は出征兵士を送る歌を歌いたいと思います。この曲は昭和14年1939年の、に発表された曲です。まあ、この曲も、全国からこう、全国からこう歌詞と曲が応募され、日本全国で応募して日本全国全体で曲を作ったのがこの、出征兵士を送る歌です。で、作詞されたのが生田大三郎さん、これ大三郎さんですか、すいません、ちょっとどちらで読むのが正しいのかちょっと分かんないんですけど、またそのコメント欄で教えてください。大三郎さんかな。で、作曲されたのが林勲さんです。この曲は軍人さんの見送る曲としてよく歌われていたそうです。で、もともといろんな曲がねあったんですけど、やっぱ時代ごとにちょっと前の曲はちょっと古いなっていう風になったりもして、新しい曲を作ろうぜよってなってこの曲が作られたわけなんですけど、軍隊に入隊する際にですね流れていたりとか歌われている曲だそうです。曲自体もね力強い、勇ましい曲になっておりますので、ぜひ皆さんも一緒に歌ってみてください。真ん中曲実機ですけど、真ん中のね、はい、海軍は少し斜めなんですよね。ちょっと歪んでるんですよね、曲実機が。陸軍は真ん中でしたっけね。この本数もあるんですよね。あ、すいません、歌います。出征兵士を送る歌。